愛知大学短期大学部は愛知県豊橋市長畑町一の一に本部を置く日本の私立大学である。1950年に設置された大学の略称は愛丹。愛知大学短期大学部は愛知大学に併設されている日本の私立短期大学として短大制度が発足した1950年に設置された。現在一学科体制となっている。 元々は男女共学の第二部が設けられていたが、それぞれ廃止され、女子短大へと移行している。愛知大学短期大学部に設置されている学科は、ライフデザイン総合学科のみの短化短大であるが、旧来あった複数の学科を統合している。関係上、多彩な科目がある。海外研修制度として、ハワイ大学短期研修が実施されている。愛知大学短期大学部は、 愛知大学とヨハシ校舎と同じキャンパスにある関係上、両者同士の交流が盛んである。短大卒業後、愛知大学へ編入学する学生も存在する。学科過去にあった学科専攻科別科取得資格について ABCD、愛知ユニバーシティジュニアカレッジ2000短期大学部入学案内よりハット ABCD。 教員養成課程認定大学短期大学一覧62ページより、ありがとうございます。